ドラフトチャンネル、プロデュースドバイ高校野球 .com。 皆さんこんにちは。今週も始まりましたドラフトチャンネル。この番組は野球ファンの皆様のために、今期のドラフトで注目される選手や全国津々浦々で行われている試合の情報をお送りするニュース報道番組です。 MC の私、船木歌子と、野球報道サイト高校野球 .com からお招きした記者の方とで投稿していくのですが、ごめんなさい、今回はいつもお招きしている高校野球 .com の川島記者はカツカツな取材スケジュールによりスタジオにお越しいただけませんでした。でも安心してください、音声での報告レポートや番組後半では川島記者に電話をつなぎ、今日もホットな情報をお届けしていただきます。そして本日のゲストですが、先週に引き続きこの方をお招きしました。こんにちは、新刊 GP 編集部の山田です。なんだ、いつの間にか全然関係ない人間がレギュラー化していて、なんでお前ここにいるんだって言われそうですけどそこはそれはね、もうそこに野球があるからです。そうです、よろしくお願いします。はい、かっこいい名言ありがとうございます。はい、はい、本当に川島さん、あの夏の大会が始まって、なんかすごい忙しそうにしてて、もう日本のどこにいるのかそれわからないですよね。関東行ったり、四国に、うん、四国じゃないですね、福岡も行って言ってますよね。はい、まそんな川島さんなんですが、電話で出ていただけるということで、後ほど、はい、後ほどお楽しみください。はい、では山田さん、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで本日も野球情報盛りだくさんでお送りします。ドラフトチャンネルスタートです。先取りドラフト情報。このコーナーでは記者の皆様が見た今期ドラフト候補生を取り上げて紹介していきます。今週取り上げるのはこちらの2名、東邦高校藤島健人投手、東海大相模北村智也投手です。ということでここで川島さんに電話をつないで両投手についてお話を伺っていきます。初めてやりますね、こういうの。はい、あー、行きましたね。出るかな、出るかな。あ、川島です。もしもし聞こえますか。聞こえますか。あ、聞こえます。あ、どうもお疲れ様です。船木です。あ、お疲れ様、です。高校野球 .com の川島です。はい、今先取りドラフト情報のコーナーやってまして、で今回、東邦高校の藤島健人投手と、はい、東海大相模の北村智也投手についてお話を、お電話越しですが、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、あの早速なんですけど、はい、まず藤島健人投手について。そうですね、はい、まあ、彼を初めて見たのは、まあ、1年のですね、まあ、夏のことなんですけど、はい、まあ、当時から140投げるピッチャーたちが、まあ、注目はされていてですね、まあ、それに彼が投げるか全く予想はつかなかったんですけど、たまたまその愛知大会に行く用があってですね、はい、まあ方法たら、まあ、たまたま彼がですね先発ピッチャーだったんですよね。お、大会ですか。まあ、相手が豊川だったんで、いや豊川ってその年の先発ベスト4のチームだったんで、はい、まあ、豊川と東邦となれば盛り上がるだろう、面白いだろうなという、まあ、感じで行ったら藤島君が先発で、はい、で、まあ、豊川はあの今東海以下にいる田中っていう、まあ、ピッチャーだったんですけど、非常に豪華な投げ合いです、ね、田中君も140投げるピッチャーだったんで、はい、まあ、2人とも、まあ、その時球場がですね、刈谷球場というところだったんですけど、まあ、もうほぼ満帆で、へー、で、まあ、なんかもう藤島君いきなり140出しててですね、まあ、結構立ち上がり 2,3 振も奪ってですね、まあ、この1年すごいなっていう声が出てきてですね、もう、まあ、豊川って先発ベスト4に入ったチームなんですけど、はい、もう先発ベスト4に行ったチームに対しても臆せず投げてってですね、まあ、結局打線の援護もあって、まあ、3失点完投で勝利してですね、その後も決勝まで行って決勝でも完投勝利を挙げて、まあ、見事甲子園に導く活躍を見せるわけなんですよね。まあ、その後、まあ、ちょっと2年、1年秋、2年夏とちょっと足踏みをして、で、2年夏、秋から、まあ、ちょっとカットボールを覚えたんですよね。はい、で、カットボールを覚えたきっかけがですね、今の、東海大4年
4年生のですね、丸山投手っていう投手がいるんですけど、はい、まあ、彼今大学4年生のピッチャーで、その時たまたまあの夏休み後にですね、あの丸山選手が東方のグラウンドに駆けつける、まあ、予定があって、はい、その時にあの丸山選手からカットボールを教わったんですよね。おー。で、カットボールを教わってですね、まあ、ちょっとインコースでのカットボールを覚えたということで、はい、そこでちょっと投球の幅が非常に大きく広がったということで、まあ、東海大会優勝を果たしてということで、で、まあ、神宮大会も出場を決めたんですよね。はい、はい、まあ、そういう感じで非常にピッチャー増えしまって、どういうピッチャーなのかというと、まあ、非常にストレートも140超えて、スライダーカーブ非常に器用に投げ分けるピッチャーなんですけど、はい、でもどっちが今あの評価されているかというと実は野手なんですよね。あ、はい、はい、まあ、実は野手としてもですね、藤島君は非常に目立ってたというか、はい、非常に力強いパワフルなスイングができる選手、うん、まあ、ちょっとそこも非常に気になっていたところで、まあ、はい、どちらかというとバッティングの方もだんだん凄みを増してって、はい、で今バッター者藤島が目立った試合というのは、去年の秋の明治神宮大会、あ、はい、中学館戦でですね、2打席連続本塁打を記録するわけですよね。お、まあ、その時のスイングというのが非常にですね、すごくてですね、はい、もう神宮球場の中段に持ってったんですよ。あ、見てました僕それ。あ、そうなんですか。はい、あれ強烈なホームランだったじゃないですか。はい、あれ見たらやっぱり僕はプロに行くんだったら野手じゃないかと思ったんですけど、はい、川島さんはどんな意見ですか。上でやるんだったら、まあ、自分も野手だなと思った。あ、本当ですか。サードとか守らせたら巨人の村田みたいなんじゃないかなと。あ、そういう意見の人は非常に多いですね。うん、まあ、自分藤島選手 の、まあ、その長打力、リストの強さというのはもちろん、そうなんですけど、何がいいかといえば初球からどんどん振っていける姿勢です。あ、まあ、今回の日本ウィーラーが全部早いカウントからなんですよね。うん、でそれ以外のこの日に関してターンで打ってるんですけど、それも結構早いカウントから打ってる、まあ、結構打者で結構早いカウントから打っていける精神メンタリティって結構自分は大事だなと思いまして、はい、やっぱり結構打てる選手って結構初球からどんどん打ってくる選手が非常に多いんですよね。まあ、右の大きいの打てるバッターってプロも欲してるじゃないですか。そうですね。だからもうぴったり来る人材なんじゃないかなと僕は思ってます。あ、自分もそう思っていて、まあ、そういう選手も結構やっぱ多いは多い、まあ、いいんですけど、うん、まあ、でも藤島君のその一番 の、 そのプラスになるといったら、その初球からどんどん打っていける姿勢っていうのがかなりいいんじゃないかなと見てますね。本人はどうなんですか。ピッチャーにこだわってるタイプなんですか。こだわりは強いタイプだなと思います。あ、はい、まあ、非常に先ほど丸山投手から教わったというエピソードを加えて、あとは、コーチに元東邦の OB でですね、日本ハムとかヤクルト中日に行った木下コーチが、あー、まあ、コーチやってるんですか。そうなんですよ。あ、そうなんだ。まあ、その方からいろいろピッチングのいろんなとかも教わったりしていてですね、まあ、ピッチャーに対しての探究心非常に強いピッチャーでありますね。まあ、だけど、まあ、ピッチャーとして全くダメかといえばそうでもなくて、うん、はい、ピッチャーとしてもかなり総合力が高いピッチャーですよね。高いですね。個人的にはロッテにいる大谷智さんのような、あ、そうですね、体格というか、はい、下半身が太い感じがよく似てますね。はい、そういう感じのピッチャーにもなれると思います。まあ、でも、まあ、それはもう本当に球団の考え次第なというところですね。本人もできればドラフトで取られるんだったら投手の方がいいっていう意思表示はあったりするんですか。ね、かもしれないですし、まあ、そこはもうどうなるかっていうと今後の展開次第かなというところですね。なんか記事で、はい、マウンドでの、はい、フィールディングもうまいっていう記事を読んだんですけど、はい、そこら辺に関しては川島さんはどう見てますか。そうですね、記事の方は、まあ、非常に、うまい選手、はい、守備は本当にうまい選手でもあるので、まあ、非常に、まあ、野球選手として非常に才能があるっていう、全体的にバランスが取れてる。そうですね。
内野手になったら、あの野手になるんだったら間違いなく内野手ですよね、彼は。そうですね、まあ、外野も持ってるんで、まあ、でも自分は、まあ、内野手抜きとか。